女流騎士協会を辞めました。アマチュアからもう一回やり直しです。そのつもりです。大人に利用されただけってかばってくれる人もいました。でも一番悪いのは私が過信していたからなんです。自分をきちんと見つめて自分の気力を分かっていればよかった。アイドル扱いが嫌だったのも将棋の実力だけでのし上がれると思ったから。お母さんのこと何も言えません。八百長が分かった後もあなたは私を見捨てないでいてくれた。誰かに信じてもらえるのってこんなに心強いものなんですね。新手開発の手助けと将棋の指南、最初はただの取引だったんですけどね。でもいつの間にかあなたは私にとってかけがえのない人です。私もうヤジは気にしません。今度こそ実力で周りを認めさせてやります。ことができたのもあなたがいてくれるからです。感謝しています。我は汝、汝は我、汝ここに契りを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らう。今こそ汝星の究極なる秘王に目覚めたり、無人の力を汝に与え。よし、よし。では最後の指南を。私の指南があなたの役に立つこと、いえ怪盗団の役に立つこと心より願っています。怪盗からそんなお言葉いただくなんて光栄です。お母さんのことあなたに話してお母さんが変わった、これが偶然じゃないことくらい察しがつきます。私にできることがあったら今度は私を頼ってくださいね。応援しています。あなたのなすべきことをね。それでなんですけど、正義の味方ならそれって皆さんのために忙しいですよね。私も恋愛禁止はなくなりました。今だけは私だけのあなたでいてください。